皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。井上さゆりです。私は今病院の病室のベッドの上にいます。今日は前日入院で、明日扁桃腺の摘出手術を受けます。割と喉がねすごく腫れやすくって、でちょっとでも眠いなとか疲れたなっていうぐらいでギャーンって腫れちゃって、で一旦腫れるともう40度上の熱が3日4日続いてしまって、動けないし喋れないし食べれないし意識朦朧としちゃってみたいなのが結構頻繁にあって、でお仕事に影響を出しちゃうこととか緊急搬送されちゃったりとかもして、実は昨年の12月ぐらいにもまた緊急搬送されちゃいまして、入院しまして、ちょっと良くないなと思って、で声も昔からコンプレックスなんですけど、すごくこもりやすくって、扁桃腺の手術をすると声が出しやすくなるとか言うので、どうなるかわからないんですけど今のところまだ、でもちょっとでもなんか良くなるのであれば、役者として生きていくために私は舞台をやっていきたいと思っているので、舞台をやっていくために覚悟を決めようと思って扁桃腺を摘出することにしました。あまりね全身麻酔とか大きい手術とかしたことがないので、めちゃくちゃ内心ちょっと怖がっています。どうなるんだろうって感じなんですけど、割と私の周りの方でも父親とかも扁桃腺摘出してるし、これから取るよって方もね、この動画を見てくださってる中にいるかもしれないんで、術後どうなっていくのかとか、あとは声の変化とか、どんなのが食べれるのかとか、ちょっとでも参考になればお力になればなと思ってカメラを回しています。私はこの後ミュージカルのお仕事が入ってて、なので事務所の方とも相談して 2,3 週間お休みとリハビリ期間を取ってもらったので、まあミュージカルに向けて頑張っていかないといけなくなると思うんですけど、まず声がね出せるかどうかっていうところから始まると思うんで、どうなるかなって感じなんですけど、その辺もミュージカル観劇に来てくださる方のために頑張っていきたいなと思っています。で今日までに至る過程に結構いろんな検査をたくさんやったんですよ。あとちょっと参考に採血と心電図と呼吸機能検査とあとレントゲンとあと全身麻酔で手術を行うので、麻酔科の検査、全身麻酔して大丈夫かっていう検査と耳鼻科の先生の診察とかもありました。あと私マウスピースも作りました。多分作らなくてもいいと思うんですけど、一応念のため、あのなんか手術の時に口の中にずっと口を開けているようになんか器具を入れるんですって。で全身麻酔で意識もないので呼吸も人工的にできるようにするんですけど、その器具が歯に当たっちゃう懸念があるかもみたいな。で一応外に出る表に出る仕事をしているので、懸念があるのであればマウスピース作っておこうかなと思って、歯に当たってかけちゃったりしたらね怖いなと思って、そういうのも作ったりとかして、手術前に3回ぐらい病院に私の場合は足を運びました。で今のところご飯は普通に食べています。なんか手術の前
いっぱいご飯食べちゃうと仕事中に戻しちゃうみたいなことを聞いたから、今日は何も食べさせてもらえないかなって思ったけど、意外と普通に食事が出て、いろいろ普通にご飯食べました。明日は何も食べちゃいけないみたいですね。点滴で過ごすみたいです。で、多分術後何も喋れなくなると思うので、一応ノートを持ってきて筆談でなんか状況とか説明していく形になるかなと思っています。書ける気力があるかどうかは分かんないですけどちょっとでも何か参考になればいいなと思っています。というわけで今日から頑張ります。バイバイ。また明日手術なんですけど、今ですね、手術する箇所ペンでマークしてもらいました。なんか不思議な気持ちですしたここを切ります。わあ、なんかドキドキしてきました。頑張ります。美味しそう。なんかさっき看護師さんから説明があったんですけど、今日の夜の12時を過ぎたあたりから何も食べないでください、飲み物はお茶とか水とか飲んで平気ですっていうのと、あと朝6時を過ぎたらもう何も口に含まないように、お水もお茶も絶食してくださいっていう風に言われました。なんか入院にあたってね、いろんな人がね、多分暇だろうから、入院中暇だろうからって言っていろんな漫画を勧めしてくれたりとか、ドラマとか映画とか勧めてくれたりしたんですけど、相当痛いらしくて、多分それどころじゃないんじゃないかなって思い始めてます。相当痛いみたいです。だからそんな余裕はない気がしてきました。気絶してるかもしれないです、痛みでおはようございます。いよいよその時が来ました。めちゃくちゃ怖いです。めちゃくちゃビビっています。全身麻酔も怖いですし、何よりとにかく痛い。本当に数日間地獄だっていうのを聞くから本当に怖いです。頑張ります。手術着を着てリストバンドをつけて、あとエコノミー症候群にならないように着圧ソックスを履いています。で、これから先生が一旦見に来て、で、手術室へ向かいます。これが最後の元気な姿かもしれない頑張って行ってきます。
れが少しだけ出るようになってきました。でもまだ腫れてて痛いです。今日は子供の日です。いただきます。少しだけ腫れが収まってきた気がします。ちょっとだけドクドクドクっていうのが減ってきました。結構術後はこの辺がドクドクしてて腫れて痛くて横になって寝れなかったんですけど、ベッドを起こして、ほぼ座った状態で寝てたんですけど、もうだいぶ回復してきて横に寝れるようになりました。
無事に退院の日を迎えました。今日ようやく久しぶりに外に出ることができて嬉しいです。今は家の中に白いカタカタがいっぱいできてて、これが剥がれていくと感じらしいんですけど、まだその剥がれていく時がすごく痛いらしいので、今日痛み止めとかを処方してもらって、これで経過を見ていきたいと思います。あとは無理して喋ったりとか硬いものを飲み込んだりするとそのカサブタがビリビリってなって血が出ちゃってまた一からっていうことになっちゃうので、気をつけて生活しなきゃいけないみたいです。でも1週間後ぐらいからは運動もしていいっていうことだったし、もうちょっと声も出るようになってくるのかなと思うので、あともう少しだけ頑張りたいと思います。すごく入院生活はしんどかったんですけど、とにかく痛みが痛みに戻る毎日で辛かったんですけど、これでちょっとでも喉の開きが良くなって発声しやすくなったりとか、咽頭炎になりにくくなったりとかするんであれば、まあ家族をやめて勇気を出して良かったんじゃないかなと思ってます。またね、もっともっと頑張ってたくさん舞台に立てるように、努力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、バイバイ。追伸ご自愛くださいませ。